寝屋川市駅前にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。皆さん寒い中、雨の中、2ステージ目も元気に声をいただきましてありがとうございます。2ステージ目も皆さんと盛り上がっていきたいなと思いますので、ぜひとも最後までお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは B 型の方は手を挙げていただけたらなと思います。あ、多い、ありがとう、嬉しい。ちょっと仲間がいっぱいいたら嬉しいなと思うんですけども、ぜひとも B 型の曲一緒に盛り上がってください。それでは行きましょう。 B ガール、いつものように遅れてる。仕事なら遅れないのに全然歩きないんだよ。見たい映画を見てたのに途中で飽きて爆睡。興味がなくなった途端電源オフになるのなぜ。人の話をあまり聞かないのは他人が気にならないから。さあ全員で行きましょう。いたらイライラで感情が抑えきれない。自分だけのルールがある。みんなと反対に行くよ。寝る前には悩んだりするけど起きたらほとんど忘れてる。さあ皆さんご一緒にお願いします。ビビビビガール、私はビガール、今日も行きますわが道をついてこなくていいよ。薬局にカイロを買いに走ったんですけれども、あの4月の後半だと思えないぐらい寒くって、雨もねもう徐々にまた降ってくると思うんですけれども、まあ、多分今頃多分トリコロールのミーアンさんが外に出た頃かなと私は思ってるんですけども怒られるわ。明日ねご一緒させていただくトリコロールさん、あの明日も雨です。トリコロールさんとご一緒してた時に、まあ土砂降りだったんですよ。で私も、雨女って言われてきたので、トリコロールさんと同じ日に野外で雨が降ると
雨女のなすりつけ合いが始まるんですけれども、ナビちゃんちゃんとか言ってミーアンでしょ絶対っていうなすりつけ合いが始まるんですけども、明日も見事に雨です。平成最後なんですけれどもね、明日雨の中ですけれども、ぜひ明日も遊びに来ていただけたらなと思います。そんな雨で寒い中ですけれども、ラスさんに呼んでいただきまして、早くから準備をしていただいてこうして歌うことができています。ぜひとも皆さん最後まで楽しんでいただけたらなと思います。それでは、寒いから温まるために盛り上がってタオルを一緒に回していただけたらなと思います。それでは時間がない、聞いてください。今もライブをすることができています。本当に皆さん
か、言ってくださる言葉とか、一言一言に助けられて、壁にぶつかった時もそんな言葉を思い出しながら、皆さんにかけてもらった言葉を思い出しながら、壁を乗り越えながら、音楽活動をやらせてもらってます。皆さんなしでは本当にライブもきっと誘ってもらえないですし、こうしてたくさんの方が駆けつけてくれるから、フリーライブもたくさん今では、やらせていただいております。そんな私、今年もたくさんワンマンライブが決まっておりまして、毎月大阪では毎月1回、ワンマンライブ決まってるんですけれども、今5月12日と6月8日のチケット販売中です。5月のチケットがもう残りわずかなんですけれども、残りわずかがなかなか届かないという、私の中ではあるあるなんですけれども、ぜひとも1枚受け取っていただけたら嬉しいなと思います。定期ワンマンライブ、また来年も再来年もずっと続けていけるように、皆さんの力を貸していただけたらなと思います。そして今年は関東、名古屋、そして私の地元彦根でもワンマンライブをさせていただきますし、そして先ほどちょっと名前を出させていただきましたが、トリクロールさんとツーマンも決まっております。このツーマンのチケットの先行予約が5月1日の9時から始まります。ぜひとも先行予約をしていただけたらなと思うんですけれども、今回一斉に皆さんに先行予約していただくので、今回だけトリクロールさんのアドレスに先行予約してほしいので、私の方に送っていただいたらちょっと後回、まあ、見ることはできるんですけど後回しになっちゃうので、トリクロールさんの方に平山奈美と書いてぜひともね、送っていただけたらなと思います。もうね、トリクロールさんとツーマンって私もう本当に、まあ、すごく嬉しかったんですけど、もう恐れ多いなと思いながら、私だけ全然お客さん来なかったらどうしようっていう気持ちでいっぱいなので、よかったらぜひともね1枚、予約していただけたら嬉しいなと思います。トリクロールさんのお客様だけで埋まったらちょっともう私本当にショックでいっぱいなので、ぜひともね遊びに来ていただけたらなと思います。それでは最後の曲は、私が、平成本当に何度も大阪駅中央南口でストリートライブをしてきて、感じてきたことを歌にした路上の歌という曲をお届けしたいなと思います。平成2011年の12月から私は活動を始めたんですけれども、もうすぐにストリートライブに向かって、初めてストリートライブをした日のことを未だに覚えてまして、ストリートライブを始めて2、3年は本当にお客さんも少なくって、CD も全然手に取っていただけなくって、そんな日々が、悔しい日々が続いてたんですけれども、まあ私のプロデューサーがいて、プロデューサーに今日の売り上げを、まあ、毎日毎回報告しなあかんっていう、今でもなんですけど、CD が何枚売れました、DVD が名前売れましたっていうのを毎日毎回報告をしてるんですけれども、その時はもう売れなさすぎて、もう売れてないのにちょっと多く言ったりとか、ちょっとなんか怒られそうやから、なんか1枚やったのにちょっと3枚って言ってみたりとか、そういうなんかね、ちょっとね怒られへんように怒られへんようにやってたんですけれども、今ではちゃんと正直に言えるようになってきました。そうだから本当に皆さんのおかげです。ちょっとね嘘つかないようにやってみたいな。それでは最後の曲、路上の歌という曲を聴いてください。重い荷物を一人で抱え、改札を抜け街に歌った、誰の心も止められなくて、悔し泣きして帰ったあの日、寒くて凍えそうな日も、暑くて倒れそうな日も、いつもこの場所で今も
ぜひそのまま楽しんでいってください。